車も新鮮だね。普段は3人で乗ってるからなかなか新鮮でございます。今日はね、ちょっと Vlog ってことで江ノ島に行っちゃいたいと思います。今最初に2人をちょっと迎えに行くんで、2人を乗っけて江ノ島に向かう感じですね。だいぶ行ってないな。でも江ノ島は何年ぶりだろう、3年ぶりぐらいかな。梅雨明けたんでバチバチの夏で楽しんでいきたいと思います。お、見ました見ました見ました。ミス、はいさん、 ET 乗ってるか。はい、 ET です。ありがとうございます。あ、どうも、ペイです。来ました、ペイさん。暑い。あ、お疲れ様、来ました、ペイス。揃いましたね。そうね。よっしゃ、今日は江ノ島ですね。江ノ島 Vlog、 はい、早速行きましょう。行っちゃいましょうか。お願いします。じゃあちょっと江ノ島トークもしたい、行きたいね。そうだね。あれ、おつるデートで江ノ島行ったんだっけ、行ってないんだっけ。江ノ島デート、うん、江ノ島デートね、行ったかな。あの、例の方、例の方、なんかボルデモートみたいなやめて。名前は言えない。名前は言ってはいけない。行ってみるよ。あーあーさん、おい、ピーだわ。行ったの。いいけど、いや、行ってないわ。行ってない。行ってないんだ。そうそうそう、行ってない。結局雨降って、でもちょっとこの時期だったらまさに、梅雨でさ、うん、結局江ノ島行けなくて。そうだな、そんな思い出がありますね。苦い思い出やな。引っ越しって花火したいって思うなるの。俺をどう思ってるの。どう見てんの。いや、正直な、もうイメージ、うん、コッシュのさ、その彼女とのあれがまだ聞いたことないから。そうだね、イメージが開かないよな。なんか、ね、花火とか二人でしようよとかさ、花火買ってとか、なんかいろいろ買ってやろうよみたいなのがさ、ないイメージある。そうね、割と俺は大人な恋愛してきてるから。大人な恋愛。いや、楽しいわ。ドライではなく、程よく、程よくだね。俺、江ノ島とかでも ほとんど行ったことないかも。マジで。え、ペイは江ノ島とかあんの。いや、めっちゃ行ってたよ。だって高校の友達と海水浴で大学の時とか行ったりしてたし、デートとかでも行ったりしてたし。俺、プラプラするの好きだから。散歩好きだもん。散歩して食ってが好きだから。じゃあ今日最高じゃん。最高よ。確かに、ペイ企画もう俺のためのものよ。じゃあペイがちょっと海入ってもらって、はい、飛び込んでもって。いや、泳げないやつおるやん。そうだよ。マジでおもろいよね。いや、泳げないじゃない、パニックになっちゃう。水が顔に触れるとこう重症すぎやん。足がつくとでも大丈夫でしょ。足は大丈夫。じゃあさ、その例えば俺らがさ、今度じゃあ旅行行きますってなってさ、うん、海とか行くってなったらさ、見学してんの。見学。いや、だからさ、あれだよね、あのなんか切るやつあるじゃん。うん、だ、ああ、前のやるか、酸素ボンベつけてもらう。逆に重いから沈んじゃうよ、酸素ボンベ。いや、だって酸素あるから。やったことある、あれ、ダイビング。いや、ない。俺あるな、講習受けて。結構怖くね。めっちゃ怖い、あれ。マジ、ペイ、マジ死ぬぞ。酸素あんじゃないの。いや、息がやっぱ難しいのよ、結構。だパニックってとかなっちゃうと、もう多分ね、終わるね。結構苦しいわ、あれ。そうすんだ。結構練習、平常心保ってる。なんか練習するよね、そういうのも。こうやってね。そう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 、やるやつ。へぇー、ゆっくりゆっくりってね。もうじゃあ見学だ。高いとこはペイ行けんの。高所恐怖症です。弱点多いな。上も下も無理よ。さあ、そろそろね。ういー、そうそう、海着きます、江ノ島に。さあ、出てまいりました。しかしながらまだギャルはいない。さあ、見えてくるのは今のギャルだったよ。綺麗な海と信じたい。目の前を走る男の子の自転車と汚水。
だからどこも混んでるか。こっちでも多分なんかちょっとあれじゃない？大きいかもしれない。大体の相場も大きいな。ああ、違ってきた。おちょっと量多いからいいね。で、怖くない？映ってんだよ。チェーイ、かっこいい。す最高やな。普通に海外のビールを飲む勢いで行こうとしてる。久々にハイネケンとか飲みたくなった。よし、かっこいい。すー、すー、小さく声です。その吐息なんか風呂上がりしか出ない。ほらあんじゃん。これめっちゃ白い抹茶あんじゃん。ありますよ、パイさん抹茶。はい、どうぞいらっしゃいませ。うわ、こっちよくない？いちご焦がしカラメルとかめっちゃうまいやん。で、3人で男気しよう。負けたやつが全おごり。あ、そういうことです。食うものは好きに決めていい。うん、男気で勝った人が払うじゃん。うん、かつやっぱその名物的なこの白スライスも食べて。オッケー、せーの、最初グーあ、そっか、男気かせーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわー、くそー、払えなかった。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。男気じゃんけん。じゃあいただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。うまっ。うわ、最高。口直しのちょうどいい甘さ。普通に美味しくいただきちゃう。せーの、オクトボギじゃんけん、じゃんけんぽい。やった、ありがとうございます。いただきます。いただきますわ、コロッケ。ゆでたてサクサクですね、こっちさん。美味しい。でもあんまりしらすしらすとかないね。うん、食べやすい。でもしらすを感じられるわ。はいはいはい。星さんの特徴はね、俺になると急に雑になるから。何でもやっていいと思う。サンキュー、おとこぎ。いや、楽しかったね、今日。そうね、すごかったね。夏も満喫したよ。ね、いや、でもマジで海バーベキュー今度焼きてよかった。そうだね、これ楽しい。ナイスチューでしょ。ナイスチューでしょ。また、バイ。